こんにちは。今日の講義は書籍、グレアム・バフェット流投資のスクリーニングモデル、安く買って高く売る中長期投資の奥義です。この本は投資の世界で長年にわたり成功を収めてきた2人の巨人、ベンジャミン・グレアムとウォーレン・バフェットの投資哲学をもとに、現代の投資家向けにアレンジされた実践的なスクリーニングモデルを紹介しています。著者のルーク・エルワイリーは公認ファイナンシャルプランナーとして豊富な経験を持ち、投資の世界で成功を収めてきた人物です。彼はグレアムとバフェットの投資哲学を現代の市場環境に適用させ、個人投資家でも実践できるようなモデルを構築しました。本書の核心は安く買って高く売るという投資の基本原則です。これは一見すると単純な考え方ですが、実際にこれを実践することは非常に難しいのです。なぜなら多くの投資家は感情に左右されたり、群衆心理に影響されたりして理性的な判断を下すことができないからです。ワイリーはこの問題を解決するために規律あるシステムの重要性を強調しています。彼が提案するスクリーニングモデルは、感情を排除しデータに基づいた冷静な判断を可能にします。このモデルは優れた企業を見つけ出し、それらの株式が割安な価格で取引されているタイミングを特定するのに役立ちます。本書ではこのスクリーニングモデルを構成する5つの重要なフィルターについて詳しく解説しています。これらのフィルターは、企業の財務健全性、収益性、成長性、株価の割安度、そして経営陣の質を評価するものです。まず財務健全性のフィルターでは、企業の負債比率や流動性を分析します。健全な財務状態は、企業が経済的な逆風に耐える能力を示す重要な指標です。次に収益性のフィルターでは、企業の利益率や資本利益率を評価します。高い収益性は企業の競争力と効率的な経営を示唆します。成長性のフィルターは、企業の売上高や利益の成長率を分析します。持続的な成長は、企業の将来性を示す重要な指標です。株価の割安度を評価するフィルターでは、株価収益率 PE や株価純資産倍率 PB などの指標を用いて、現在の株価が企業の本質的価値に比べて割安かどうかを判断します。最後に経営陣の質を評価するフィルターでは、経営者の実績や株主還元への姿勢などを分析します。優れた経営陣は長期的な企業価値の向上に不可欠です。ワイリーはこれらのフィルターを組み合わせることで、投資家が市場の騒音に惑わされることなく、真に価値のある投資機会を見出すことができると主張しています。彼はこのアプローチが短期的な市場の変動に左右されず、長期的に安定したリターンを生み出す可能性が高いと考えています。本書の特筆すべき点は、理論だけでなく実際の投資事例を豊富に取り上げていることです。著者は自身のスクリーニングモデルを用いて発見した投資機会の具体例を詳細に解説しています。これらの事例研究は、理論を実践に移す際の具体的なイメージを読者に提供し、モデルの有効性を実証しています。例えばある事例では、市場が一時的な逆風を過大評価し、優良企業の株価が不当に低下した状況を描いています。著者のスクリーニングモデルは、この企業の強固な財務基盤と長期的な成長 POTENTIAL ポテンシャルを識別し、投資家に絶好の買い場を提供しました。また本書は投資心理学の重要性も強調しています。著者は人間の心理が投資判断に与える影響について深く掘り下げ、感情的なバイアスを克服するための戦略を提案しています。例えば恐怖や貪欲といった感情がしばしば投資家を非合理的な行動に駆り立てることを指摘し、これらの感情を制御するためのテクニックを紹介しています。さらに著者は市場の効率性と非効率性についても議論を展開しています。彼は市場が長期的には効率的であるという考えを支持しつつも、短期的には非効率性が存在し、それが賢明な投資家にとっては機会となりうると主張しています。この視点はグレアムとバフェットの投資哲学と整合性があり、ミスタ・マーケットの概念とも関連しています。本書は投資の技術的側面だけでなく、
投資家としての心構えや哲学的な側面にも多くのページを割いています。著者は成功する投資家に共通する特質として忍耐力、規律、そして継続的な学習への意欲を挙げています。これらの特質は短期的な市場の変動に惑わされることなく、長期的な視点を持って投資を続けるために不可欠だと説いています。また著者は投資における多様化の重要性も強調しています。しかし彼の考える多様化は単に多くの銘柄に投資することではありません。むしろ十分な調査と分析に基づいて限られた数の優良企業に集中投資することを推奨しています。これはバフェットの集中投資の考え方と通じるものがあります。本書の後半では著者は自身のスクリーニングモデルを実際に適用する方法についてステップバイステップで解説しています。これには財務諸表の読み方から各種指標の計算方法、そして最終的な投資判断に至るまでの詳細なプロセスが含まれています。この部分は特に初心者の投資家にとって非常に有益で、理論を実践に移す際の具体的なガイドラインとなっています。著者は投資家が陥りがちな一般的な誤りについても警告しています。例えば過度の取引、市場のタイミングを測ろうとすること、噂や専門家の予測に過度に依存することなどです。これらの誤りを避けるために著者は自身のスクリーニングモデルに忠実であることの重要性を強調しています。本書は単に株式投資の技術を教えるだけでなく、投資家としての全人的な成長を促す内容となっています。著者は成功する投資家になるためには継続的な学習と自己改善が不可欠であると主張しています。これには財務分析のスキルを磨くことだけでなく、心理学、経済学、そして時には哲学的な洞察力を養うことも含まれます。著者は投資を単なる金儲けの手段としてではなく、世界経済の仕組みを理解し社会に貢献する方法として捉えることを読者に促しています。彼は優れた企業に投資することはその企業の成長を支援し、ひいては経済全体の発展に寄与すると考えています。本書の最後の章では著者は投資の未来について自身の見解を述べています。テクノロジーの進歩、グローバル化の進展、気候変動などの要因が今後の投資環境にどのような影響を与える可能性があるかを分析しています。これらの変化に対応するために投資家は常に学び続け、自身の投資戦略を適用させていく必要があると著者は主張しています。総じてこの本は単なる投資マニュアルを超えた投資哲学の書と言えるでしょう。著者はグレアムとバフェットの知恵を現代の文脈に適用しつつ、独自の洞察を加えることで読者に深い学びの機会を提供しています。本書は初心者から経験豊富な投資家まで幅広い読者に価値ある情報と洞察を提供する一冊となっています。著者は投資が単なる数字のゲームではなく、企業の本質的な価値を理解しその成長に長期的にコミットすることの重要性を強調しています。この考え方は短期的な利益を追求する風潮が強い現代の投資環境において特に重要な示唆を与えています。本書は読者に対して自身の投資哲学を確立し、それに基づいて一貫した投資行動を取ることの重要性を説いています。著者は成功する投資家は市場の短期的な変動に振り回されることなく、自身の分析と判断に基づいて行動する勇気を持つ必要があると主張しています。また本書は投資における倫理的な側面にも触れています。著者は投資家が単に利益を追求するだけでなく、社会的責任を考慮に入れた投資決定を行うことの重要性を強調しています。著者は投資家が自身の知識と経験を常に更新し続けることの重要性も強調しています。市場環境は常に変化しており、かつて有効だった戦略が将来も同様に機能するとは限りません。したがって投資家は常に学び続け、新しい情報や視点を取り入れる柔軟性を持つ必要があると著者は主張しています。本書の特筆すべき点の一つは、著者が自身の失敗経験についても率直に語っていることです。これらの事例は投資における落とし穴やどのように失敗から学ぶかについての貴重な洞察を提供しています。著者は失敗を恐れるのではなく、
それを学習の機会として捉えることの重要性を強調しています。さらに本書は投資における時間の重要性についても深く掘り下げています。著者は複利の力を活用するためには長期的な視点を持つことが不可欠だと主張しています。彼は短期的な市場の変動に一喜一憂するのではなく優良企業に長期的にコミットすることの重要性を繰り返し強調しています。本書は個人投資家が機関投資家に対して持ちうる優位性についても議論しています。著者は個人投資家は機関投資家に比べて柔軟性があり小規模で魅力的な投資機会を活用できる可能性が高いと指摘しています。また短期的な業績プレッシャーに縛られないという点も個人投資家の強みだと著者は考えています。著者は投資における心理的な側面にも多くのページを割いています。彼は成功する投資家になるためには自身の感情をコントロールし市場の過度の楽観や悲観に流されないことが重要だと説いています。これには自己認識を高め自身の投資判断プロセスを客観的に分析する能力が必要だと著者は主張しています。本書は投資におけるリスク管理の重要性も強調しています。著者はリスクを完全に排除することは不可能だが適切に管理することは可能だと説いています。彼は分散投資、適切な資産配分、そして各投資のサイズ管理などの技術について詳細に解説しています。著者はテクノロジーの進歩が投資の世界にもたらす影響についても考察しています。人工知能や機械学習の発展が投資分析や意思決定プロセスをどのように変えていく可能性があるかについて著者は自身の見解を述べています。しかし同時に人間の判断力や直感の重要性も強調しており、テクノロジーはあくまでも投資家を支援するツールであるべきだと主張しています。本書の最後の部分では著者は読者に対して自身の投資哲学を確立しそれに基づいて行動する勇気を持つことを促しています。彼は成功する投資家になるためには単に知識を蓄えるだけでなくその知識を勇気を持って実践に移すことの重要性はこの投資哲学の核心部分です。単に理論を学ぶだけでなく実際の市場で自身の判断を試すことで真の学びが得られるのです。著者は初心者投資家が少額から始めることを推奨しています。これにより実際の市場の動きを体験しながらリスクを最小限に抑えることができます。投資の世界では常に新しい概念や戦略が登場します。例えば近年注目を集めているのが行動ファイナンスです。これは人間の心理が投資判断にどのような影響を与えるかを研究する分野です。本書ではこの概念を取り入れ投資家自身の心理的バイアスを認識しそれを克服する方法について詳しく解説しています。またテクノロジーの進歩が投資の世界にもたらす変化についても深く掘り下げています。人工知能や機械学習の発展によりデータ分析の速度と精度が飛躍的に向上しています。しかし著者はこれらのテクノロジーを過信することの危険性も指摘しています。彼はテクノロジーはあくまでもツールであり最終的な判断は人間が行うべきだと主張しています。本書ではグローバル化が投資環境に与える影響についても詳しく解説しています。世界経済の相互依存性が高まる中一国の出来事が世界中の市場に波及するスピードが加速しています。このような環境下では国際的な視点を持つことが不可欠です。著者は投資家が自国市場だけでなくグローバル市場にも目を向けることの重要性を強調しています。さらに本書では持続可能性サステナビリティの概念が投資にどのように組み込まれているかについても触れています。環境、社会、ガバナンス、ESG 要因を考慮した投資が MAINSTREAM メインストリームになりつつある中著者はこれらの要因が長期的な企業価値にどのように影響するかを分析しています。投資における規律の重要性も本書の重要なテーマの一つです。著者は成功する投資家は感情に左右されることなく自身で設定したルールに忠実であることを強調しています。これには定期的な投資計画の見直しや利益確定、損切りの基準を事前に決めておくことなどが含まれます。本書は投資を単なる金儲けの手段としてではなく
社会に貢献する方法として捉えることを読者に促しています。著者は優れた企業に投資することがその企業の成長を支援し、ひいては経済全体の発展に寄与すると考えています。この観点から投資家の社会的責任についても深く掘り下げています。また本書では投資における継続的な学習の重要性が強調されています。著者は成功する投資家は常に新しい知識を吸収し、自身の投資戦略を進化させ続けると主張しています。これには経済学や財務分析の基礎を学ぶだけでなく、心理学や哲学など一見投資とは関係のない分野についても理解を深めることが含まれます。本書の特筆すべき点の一つはリスク管理に関する詳細な解説です。著者はリスクを完全に排除することは不可能だが、適切に管理することは可能だと説いています。ポートフォリオの分散、適切な資産配分、各投資のサイズ管理など具体的なリスク管理技術について詳しく解説しています。さらに本書では投資における時間の重要性が強調されています。著者は複利の力を活用するためには長期的な視点を持つことが不可欠だと主張しています。短期的な市場の変動に一喜一憂するのではなく、優良企業に長期的にコミットすることの重要性を繰り返し強調しています。本書は個人投資家が機関投資家に対して持ちうる優位性についても議論しています。著者は個人投資家は機関投資家に比べて柔軟性があり、小規模で魅力的な投資機会を活用できる可能性が高いと指摘しています。また短期的な業績プレッシャーに縛られないという点も個人投資家の強みだと考えています。著者は投資における直感の役割についても興味深い見解を示しています。彼は経験豊富な投資家が持つ勘は実は長年の経験と知識の蓄積から生まれる洞察力だと説明しています。しかし同時にこの直感を過信することの危険性も指摘し、常にデータと論理的思考によって裏付けを取ることの重要性を強調しています。本書では投資家としての倫理観についても深く掘り下げています。著者は法令遵守はもちろんのこと、より高い倫理基準を持つことが長期的な成功につながると主張しています。これにはインサイダー取引の回避、利益相反の管理、そして投資先企業の経営陣との適切な関係構築などが含まれます。また本書は投資家としての成長過程についても詳しく解説しています。著者は初心者から熟練投資家になるまでの道のりを段階的に説明し、各段階で必要なスキルと知識、そして克服すべき課題について具体的なアドバイスを提供しています。これは読者が自身の現在の位置を把握し、次のステップに進むための道筋を示すものとなっています。本書の最後の部分では著者は投資の未来について自身の見解を述べています。テクノロジーの進歩、人口動態の変化、気候変動などの要因が今後の投資環境にどのような影響を与える可能性があるかを分析しています。これらの変化に対応するために投資家は常に学び続け、自身の投資戦略を適用させていく必要があると著者は主張しています。投資の未来を見据える上で著者は特にテクノロジーの急速な進化がもたらす影響に注目しています。人工知能やブロックチェーン技術は金融市場の透明性を高め、取引の効率化を促進する可能性を秘めています。これらの技術は投資家に新たな分析手法や情報へのアクセスを提供し、より洗練された意思決定を可能にするでしょう。しかし著者はこれらの技術を利用する際のリスクについても警鐘を鳴らしています。テクノロジーに過度に依存することで予期せぬシステムエラーやサイバー攻撃のリスクが増加する可能性があるため、慎重な運用が求められます。また著者は人口動態の変化が市場に与える影響についても考察しています。高齢化社会の進展は消費パターンや労働力の供給に変化をもたらし、特定の産業における需要の変化を引き起こす可能性があります。これにより医療や介護、テクノロジー関連の分野が今後の成長分野として注目されるかもしれません。投資家はこれらの長期的なトレンドを理解し、ポートフォリオに反映させることで持続可能なリターンを追求することができるでしょう。気候変動も無視できない要因として挙げられています。環境問題への関心が高まる中、
再生可能エネルギーや持続可能なビジネスモデルを持つ企業がますます注目を集めています。著者はこれらの企業に投資することが単に利益を追求するだけでなく社会的責任を果たす手段となると述べています。持続可能な投資は長期的な視点で見た場合企業の評判や規制リスクを低減し安定した成長を支える要素となり得ます。そして最後に読書で勉強も大事ですが美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの生活は身体と心の健康によって支えられているからです。どれだけ知識を積み重ねても健康でなければその知識を生かすことができません。特に現代社会では忙しい生活の中で自分自身の健康や美容をおろそかにしがちですがこれこそが私たちが日々の生活をより充実させ長く幸せに生きるために最も重要な要素の一つなのです。そこで今回はダイエットだけでなく健康管理にも特化した重要なサービスであるライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。ライザップはその名の通り結果にコミットすることを強調していますがこれは単に一時的な体重減少を目指すものではありません。ライザップのプログラムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを中心に構成されておりあなたの目標に合わせたカスタマイズプランが提供されます。このマンツーマントレーニングの最大の魅力は過去にダイエットやジム通いが続かなかった人でも安心して続けられる点です。トレーナーがあなたの目標、ライフスタイル、そして個々の体質に合ったトレーニングプランを作成し効果的にサポートしてくれるので結果が出やすい環境が整っています。またライザップは単に運動だけに頼るのではなく食生活やメンタルのマネージメントも含めた総合的なアプローチを採用しています。無理な食事制限はせず健康的に食べながら痩せることができるようにトレーナーが食事のアドバイスを提供します。このアプローチによってリバウンドしにくい体づくりが可能となり長期的な健康を維持することができます。さらにライザップの大きな特徴の一つとして30日間無条件全額返金保証があります。これは顧客満足度に対する自信の表れでありもしも結果に満足できなかった場合には全額が返金されるためリスクを最小限に抑えながらプログラムに参加することができます。この保証は多くの人々にとって安心して始められる要因となっておりライザップが信頼される理由の一つです。ライザップのトレーニングは1日50分週に2回の無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人にとって続けやすいトレーニングプランが提供されている点も大きな魅力です。短時間で効果的なトレーニングを行うことで時間を有効活用しながら確実に成果を上げることができます。そしてライザップでは無料カウンセリングも行っています。プログラムに参加する前に自分に合ったプランを確認できるため不安を解消してからスタートすることができます。またトレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため他人の目を気にせず集中して取り組むことができます。これによりよりリラックスした環境でトレーニングに励むことができるのです。テレビ CM でも結果にコミットするというキャッチフレーズで話題になっているライザップですがこの言葉には単に体重を減らすだけではなく健康的で持続可能なライフスタイルを手に入れることを約束するという意味が込められています。専属トレーナーが作り出すあなた専用のプログラムはあなたの生活を豊かにし理想の体を手に入れるための最適なサポートとなるでしょう。このようにライザップはダイエットだけでなく健康管理にも特化したプログラムを提供しており健康的に痩せ理想の体を手に入れるだけでなくその状態を維持し続けるための知識や習慣を身につけることができます。これまでに様々な方法で結果が出なかった人でもライザップなら安心して挑戦できるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。